ございました。1曲目のスプリングレディーバードはサンテレビのスポーツテーマ曲です。この曲は1970年代から阪神タイガースの完全中継サンテレビボックス席をはじめ幅広く使われています。2曲目の That's a Plenty は現代のジャズの原型となったディキシーランドジャズの代表曲で明るく楽しい曲です。3曲目のラブマシーンは1999年に発売されミリオンセラーにもなったモーニング娘さんの代表曲です。4曲目のアンダーザシーは人気ディズニー映画リトルマーメイドの挿入歌として使われています。6曲目のランナウェイベイビーはブルーノマーズさんの曲で実は男の遊び人の大きな恋愛ソングなんです。他の曲とは違いアップテンポのかっこいい曲、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。続いてお送りいたします曲はエスターシアレインゴールドフィンガーです。エスターシアはラテン調でかっこいい曲です。キレキレの音と動きにご注目ください。レインは映画メアリと魔女の花の主題歌として使用された世界の終わりさんの曲です。この曲は歌を交えてお送りします。サクソフォンアンサンブルやトランペットソロにもご注目です。最後は郷ひろみさんのヒット曲ゴールドフィンガーで盛り上げます。各パートの楽しそうな振り付けにも注目しながらお聴きください。この3曲で本日は最後となりますが、ここで定期演奏会の宣伝をさせていただきます。2024年1月20日神戸国際ホールにて第27回定期演奏会を行います。現在チケット絶賛発売中です。詳しくは国川第二高等学校吹奏楽部のホームページをご覧ください。本日は本当にありがとうございました。Thank you.